清水和夫は、日本のモータージャーナリスト。日本自動車ジャーナリスト協会会員。日本カーオブザイヤー選考委員。日本自動車研究所、客員研究員。東海大学講師。元レーシングドライバー。清水和夫がドライブする CVT のトヨタビッツ、東京都生まれ。武蔵工業、大学工学部電子通信工学科卒業。血液型は、O 型。 帰婚。学生時代の1972年から手27系デビンでラリーに参戦した。また1988年の F1 日本グランプリのサポートレースのシビックチャレンジカップで優勝している。全日本ツーリングカー選手権やスーパー耐久等にもフォードシエラや日産、スカイライン GT-R で参戦しており、耐久シリーズではチャンピオンを獲得。ツーリングカーでも 影山雅彦やトム・クリス・テンセンとコンビを組んで参戦し優勝している。海外のレースにも積極的に参戦していて、ルマン24時間レースやスパ・フランコルシャ24時間レースにも参戦した経験がある。現在は TGR ラリーチャレンジでチーム頑固一徹 CVT を立ち上げ CVT のトヨタビッツで参戦している。自宅には 家庭用燃料電池を設置している。2006年、自らが発起人となり、自動車に関する提言を行う特定、非営利活動法人、モビリティ21を発足させた。日本カーオブザイヤー選考委員、ありがとうございます。